先週の土曜日、うん、まあ、うちの長男の、一流の、はいはい、小学校に入ってからの、初めての運動会が、うん、おー、まあ、そっか。おごそかに取り行われたんだけど。おごそかに。はいはいはい。いや、なんか語り口が、なんか、そんな感じですか？何か。はい。で、俺も、小学校に上がった運動会としては、俺も、初めての、うん、あの、観戦になるんだけど。で、父兄観戦席っていうのがあるから、はいはいはい、やっぱりそこをみんなでこの、うん、シートを敷き詰めて、うん、そこから観覧するんだけど。そうなんだ。それなるんだ。まあ土曜日だからね、みんなも。日本列島、全国的に天気が荒れ気味で。荒れ気味だったっけ？うちの中野区なんかは、スイカ大の氷が朝から降りしきる。そんな天気で。広いやつのやつ。でも雷すごかったじゃん。いやいや、ピーカンだった気すんだよね。雷鳴とどろき市中で。いや、空手の時やりましたよね、そのやつ。ん？はい。空手の。今回運動会。運動会ですね。はい。はい、で、朝玄関を出たら、うん、首を切られた鶏が10羽。いや、ないよ、そんな。ダメよ、それ。そんなのないんだから。またかと。何かやっぱりこの、競技者としての、うん、やっぱこの、重圧、圧っていうのがやっぱり他の競技者からもかけられてる状態だよね。はい、で、まあ、一年生だから、まあ、様々なプログラムへの出演があるんだけども。はいはいはい、はい。もちろん、お遊戯なんかも、その中にはあって。ああ、お遊戯ね。うん、お遊戯なんか、もう本当にお遊戯みたいなもんだから。まあ、お遊戯ですからね、うん、やっぱね、うん。やっぱりその中の、やっぱりメイン競技となるのは、うん、その中でも注目されてる、40メートル徒競走。やっぱ徒競走はやっぱりね、花形ですからね、うん、やっぱり。この40メートルってどういう距離かっていうと、例えば100メートルだったり、まあ、3キロだったりってすると、うん、そこにペースを合わせられるの。長距離だからこうしたペースで行こうとか、100メートルだったらこれぐらいのペースかなって考えると、うんうんうん、40メートルって本当にこう心臓破りの距離って言われてて。いや、聞いたことない。一番自分の40メートルって走ったことある ?50、40、まあ、でも50メートルはありますけどね、なんか。ペースが一番つかみづらいのよ。本当心臓なんかも本当毎年破れてるし、それで。え？毎年破れてる？毎年破れてて。その生徒たちがですか？で、平成。聞いてます。平成3年から。一流まで出てこないですか？え？一流まで出てこない。今すぐ出すから。平成3年から平成24年度まで禁止になってた競技なんね。え、40メートル。40メートル徒競走、直線。直線でしょうね。あんまカーブで効かないもんね、40メートル。カーブだけになっちゃうんですか。で、やっぱり運動会だから白組と赤組に置かれるんだけど、うん、その、一流は、あ、出てきた。うん。その呪われし、戦人の末裔赤組に、やっぱりどうしても選ばれて。はいはいはい。で、まずはその、プログラム一番最初で、うん、赤白帽の赤組に選ばれた方は、うん、ほふった狼の血で、まず帽子を赤く染めるとこから始まる。そんな、そっから始まんない、そんな運動会ない。で、そこに、スイカ大の氷が。なんでスイカ大です。とんでもない。中止。そこでやっぱり、脱落してくるやつ。ソフトボール台とかよくニュースででっけえやつ聞くけど。スイカはちょっと下手すぎますって。そこで本当に。今日の演出が。でもそれももちろん結構だから、ここでも、動けないっていう生徒ももちろん何人か出てくるわけ。それでも古いよ。天の古い。天の古い。そう。もう、弱き者の古い。はい。誰のターン？ね、対する白は、うん、やっぱこの。白は普通じゃんか、白も赤もみんな。中華代表者が。出たよ。応援してんだろ、どうせ。そう。シャン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 っていう、竜のやつがこうやって。来てた？知ってねえよ。空手の時聞いてんだよ。じゃあ押せよ！じゃあ押せよ！じゃあ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 ！一流を殺せ！一流を殺せ！なんで一流くんだけ標的になってんの？白組の。で、もう、あの。なんで中華とやんのよ。手を前に入れた、ひげの大臣よ。右大臣、左大臣たちが、中華より、中華の船に乗って、大船に乗って。いつの話？仲間の地に降りた。
船降りてから結構あんな。中野だったら。そう、見守るわけ。見守ってないよ。見守ってないけどね。で、その徒競走は、4人1組の、全11組。で、イチルは、10組目。うん、これ聞いてピンとくる方もいると思うんだけども、うん、死の10組目よ。死のグループ。死の、そう、グループ。とんでもない、じゃあ、人たちいるわけね。その周りには、その、イチル君以外の3人は。小学生に流行ってる靴で、瞬足って流行ってるね。はい、流行ってる。速く走れるって。そうそう、速く走れるやつ。瞬足を、もともと、その大元になった子供たちが3人揃ってるんだね。え瞬足の大元。その瞬足が作られる元になった子供たち。いや、ちょっとごめんなさい、わかんない。え瞬足の大元じゃあ、もともとその3人トップ3。その3人が瞬足の大元。瞬足サンバガラス。えちょっと待って、わかんのなって。あれか、あれって言うのか、ファーストチャイルド。知らない。スリーメンズ、ファーストチャイルド。とんでもないやつだと、じゃあ、イチル君が当たる、死のグループに入っちゃったんだ。死のグループにもう入れ込まれて、で、やっぱり俺なんかはさ、小学校2年生から5年生までマラソン大会、下手に1位、連続1位取ってるわけ。うんうん、で、あ、じゃあ遺伝子が。で、その名はやっぱり轟いてて、うん、届いてんの？イチルがその会場入り、その赤門からこう会場入りした瞬間に、うん、やっぱざわつくわけ。福江だったり、セトルって、見ろ、平子の息子だ。今年入った平子の息子だぜ。へえ、サイズは普通だなって、うん。バカ野郎、僧帽筋の発達をよく見ろ。こうざわ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 。ああ、すごい、ね。聞こえてくるわけ。やっぱ、すごい、みんな知ってんの、イチル君は。で、イチルも、クールな表情で知らぬ存ぜぬで。うん。貫いてるけど、やっぱりそのファーストチャイルドたちが横で延々と体を伸ばして、うん、偉大なるファーストチャイルド計画。チャイルド計画え、何ですかそれ。それ説明してもらっていいですか。偉大なるファーストチャイルド計画。計画は本当にこれ何なんですか。本当にこれはもう闇に葬られた計画よ。昭和。あ、もうそんな。昔の。昭和32年。わ。に、もう闇に葬られたと思われた。国のですか国が。かの計画が。どういう計画なんですかこれは。水面下では、本当にそれがもう、進んでたわけ。俺らの知らない場所で。ファーストチャイルド計画。そう。もう、幾重にも張り巡らされた、鉄格子。鉄格子の中。中で。ロシアとの共同開発。うわすごいな、それ。NASA も研究には関わったが、それは表沙汰にはなってない。え？裏ではそうなってた。日本、ロシア、NASA での共同開発。うん、偉大なるファーストチャイルド計画。レースどうなったんですか、そんで。ね全然走んねえもんな。4人中3位。もう。さあ、行かい。腕と足の連携がまだなってないね。まだおぼつかないね。いや、なんか、直線の、デッドヒートのやつの語り、今の語り口のやつあると思ったけど。で、やっぱ3人ぐらい早い子いて。うん。うん。諦めたよ、もう。でも待ってね、そこ早かった。なんか、和やかだったね。それでもなおよし。あ、そうなんだ。転んで泣いちゃった子なんかもって。普通に戻ったよ。普通に戻っちゃったよ。うわ、すごい。そうなんだ。うん。へぇで、あ、残念で、3位だったけどよかった、楽しかったねって言って、うん、よく見たら、うん、もう一流の足の腱が全部ちぎれてる。戻った。戻ってきた。えで、その後、その真っ黒なスーツにハットをかぶった男が、うん、12人の男が、うん、それもスーッと入ってきて、少し宙に浮いてんだけど、うん、スーッと入ってきて、浮いてんすか？一塁以外の3人をスーッと囲んだら、うん、スーッと肛門から出てって。消えてったってこと？え？どうなっちゃうの？そのサバンナの施設に、また。またまた。それ計画まだ進んでんじゃないですか？ファーストチャイルド計画でしたっけ？偉大なるファーストチャイルド計画。中止になってないでしょ、それ。ブラック、
ブラックサバンナ計画。どっちですか？偉大なるブラックサバンナ計画。どっち？偉大なるブラックサバンナ計画。チャイルドファーストチャイルド計画は？ファーストチャイルド計画のその上に、うん、え？その上なの？ KGB よ。ロシア。ロシアの偉大なるブラックサバンナ計画。どういう、だから、計画が、ちょっとこれ、詰めていかないと、これダメよ、これ、ブラックサバンナ計画。最近、瞬足の新作、ちょっと出てないなって思って。あ、一時流行っただけで、確かに、出てないですね。はい、お察しの通りです。あなたが今、あなた方が、お前が、そしてあなた方が、これを聞いてるあなた方が、今、頭の中に思い描いた通り。それが、偉大なるブラックサバンナ計画。わかんねえよ。わかんねえって別にそんなの。ただ、イチルはここで終わらない。うん。イチルは歩みを止めない。それだけは約束する。うん。運動会ってただ息子が3位になった話ですか？絶対ライン名届くんだからもう。そんな、息子の運動会中止だよ、じゃあ。曲行きましょう。時あさこで、ブラックサバンナ、嘘だろ、おい。アルコ&ピース DC ガレージ。